SAP, SAPSE, SAPSE, 英語 ,SRPSA, は、ドイツ中西部にあるバルドルフに本社を置く、ヨーロッパ最大級のソフトウェア会社。フランクフルト証券取引所、ニューヨーク証券取引所上場企業。SAP は主にビジネス向けソフトウェアの開発を手掛ける大手ソフトウェア企業であり、売上高では、マイクロソフト、オラクル、 IBM に続いて世界第4位である。特に大企業向けのエンタープライズソフトウェア市場においては圧倒的なシェアを保持しており、企業の基幹システムである ERP 分野においては世界一である。2018年末時点で世界全体での売上高が約3兆3、0円、従業員が約8万4000人の規模になっている。日本法人である SAP Japan は1992年に設立され、従業員は1200人である。第二次世界大戦後に創業したドイツ企業の中で最も成功した企業の一つであり、時価総額は2016年現在で約11兆円でドイツ最大の企業である。2017年時点、世界190カ国で34万5000社の顧客を抱え、経済指法部が 毎年選出するフォーブズグローバル2000にランクインする企業のうち87%が SAP の顧客である。SAP はシステム分析とプログラム開発の意味のドイツ語シストマナリス・ウント・プログロメンツ・イクランという社名で1972年に IBM ドイツ法人を退社した5人のエンジニアによって創うされた。この名前は後にシステムアン・ウィン・ダンガン・ウント・プロドクト・インデア。 デイトンバー・ハーベイ・チューウングと変更されたが、2005年に会社の正式名称はターンに SAPAG と変更された。また、2014年7月からは、企業形態を欧州会社に変更し、社名を SAPSE と変更した。俗に SAP と呼ばれることもあるが、正しくは SAP、e、または SRP である。広告などのキャッチコピーはランシンプル。 SAP の主な製品は、機関システムパッケージに代表されるビジネスアプリケーション群である。SAP のシステムは、企業における会計システム、物流システム、販売システム、人事システムなどからなっており、それぞれがデータ的に一元化されているため、リアルタイムな分析が可能となる。最も有名な製品は R、SAPR-3、SAPR-3 という、 機関システムパッケージ製品であり、R はリアルタイムを意味し、3は3層アーキテクチャを採用していることを表している。SAP-R3 以前にはというメインフレーム上で動作するソフトウェアが開発、販売されていた。後継製品として2004年7月に出荷された Masap 関システムパッケージ2004、2006年5月に出荷された。 マサップ機関システムパッケージ2005があり、2006年6月には SAP 機関システムパッケージ6.0が出荷され、R3 という名前の製品はすでに出荷されていない。また、2015年2月からは、同社のインメモリーデータベースサプホナをプラットフォームに採用した次世代機関システムパッケージである SAPS4 花が提供開始されている。 S, S はシンプルを意味する。機能要件に合わせて、アドオン開発する場合は、SAP 独自言語である ABAP を利用し、開発環境である ABAP ア,アークベンチ上で開発を行う。また、オパンスコールと呼ばれるデータベース非存の SQL 文を利用することで様々なデータベースに対応させるとともに、テーブルバッファによるデータのキャッシュの機能を持たせて、脳を向上させている。 中小企業向けの基幹システムパッケージとしてビジネスワン、中堅企業向けにはビジネスオールインワンが提供されている。また2007年9月19日にはオンデマンド型の基幹システムパッケージソフトウェアサービスビジネスバイデザインを発表した。SAP は基幹システム以外にも CRM や SCM、PLM といった幅広い分野でソリューションを提供し、 大企業向けから中堅中小企業向けまで幅広くソリューションを提供している。また、オンプレミス製品依存からの脱却を目指し、クラウドサービスも積極的に展開しており、2015年にはサス分野で売上世界4位にまで拡大した。主要なサスには、経営費生産のコンカー、人材管理のサクセスファクター、調達管理のアリバ、ローム管理のフィールドグラス、 スポーツエンターテインメント業界向けラウドソリューション、スポーツアン、コネクテッドカー向け分析クラウドソリューション、ビークルインサイツなどがある。CRM 分野では、オンプレミス型の SAP、CRM や SAS 型のクラウドフォーカスタマーを提供しており、2015年時点の CRM 分野の売上高は、首位のベース ALESFORCE.com に続き、 世界2位である。2018年6月には、インメモリデータプラットフォームを採用した次世代 CRM として SAPC4 花を発表した。金融機関固有業務向けのパッケージも手掛けており、銀行向けのコアバンキングやオムニチャンネルバンキング、保険業界向けの SRP4 インシュランスとも提供している。 当初の戦略はあまねく業務ソフトウェアを提供し、SAP 製品同士であれば、システム間のデータなどの整合性を担保することによって他社との競争優位を引き出していたが、昨今のサービス思考アーキテクチャの流行による戦略の転換を図り、2003年からはソ、SO、アに対応した SAP ネットウィーバー、ネットウィーバーという製品を販売している。また、SAP では、 ソアをエンタープライズソア、SAP ネットウィーバー登場当時は、エンタープライズサービス、アーキテクチャーと呼ばれたと呼称している。2008年1月にビジネスインテリジェンス、消費採用手のビジネスアブジェクツ、ビジネスオブジェクツ社を買収し、情報分析、活用分野も強化している。二千十年には、データベース大手サイベース、サイベース社を買収し、リレーショナルデータベース製品、 SAP サイペース、アダプティブサーバーエンタープライズ、アセ、旧商、シベセダプティブサーバーエンタープライズや、SAPIQ、旧商、サイペース IQ を販売している。2010年には、インメモリーデータベース、DB、SAP HANA をリリースした。SAP HANA のリリース以降、SAP は、SAP HANA を専用データベースとして採用した製品を、 次々トリースしており、2015年には次世代 ERPSAPS4HANA S4HANA の提供を開始、続いて2016年にはデータウェアハウス DWH 製品の SAPBW4HANA をリリースし、計画、予測、装備などのアナリティクス機能を一つにまとめた SAS 型のソリューション SAP ビ s o b j ブジ t クツクラウド。 ビジネスオブジェクツクラウドも提供している。2013年には、クラウドネイティブの Web アプリケーションや、モバイルアプリケーションを開発できる、クラウドベースのアプリケーション開発プラットフォーム、SAP クラウドプラットフォーム、旧称、SAP 花クラウドプラットフォームの提供を開始した。Apple との提携に基づいた、SAP クラウドプラットフォーム SDK4。 iOS や IoT 活用の基盤となる SAP クラウドプラットフォーム IoT サービスなども提供している。また SAP ビジネススイート製品群を運用するために特化されたプライベートマネージドクラウドサービスとして SAP HANA タープライズクラウド c l HECK も提供されている。人工知能アーティフィシャルインテリジェンスやロボティックプロセスオートメーション ルパを活用したアプリケーションの開発も行っている。機械学習ソリューションを開発するためのプラットフォームとして SAP リアナードマシンラーニングやチャットボットアプリを開発するための SAP コンバーセシャナラインを提供しているほか、在庫などの予測分析のための SAP プレディクティブアナリティクス支払い請求書と入金証込みのマッチングを自動的に行う SAP キャッシュアプリケーション。 ブランドマーケティングの効果を測定するための SAP ブランドインパクトなどの業務アプリケーションがリリースされている。2018年にはフランスのコンテクスター社を買収し、2019年に SAP クラウドプラットフォーム上で利用できるサービスとして SAP インテリジェントロボティックプロセスオートメーション、ルパを発表してルパ市場へ参入を果たした。 2017年1月には IoT 関連のサービスポートフォリオとして SAP リアナード、現 SAP リアナード IoT をリリースし企業の IoT 導入を支援するソフトウェア群とコンサルティングサービス提供を開始した。2017年5月には自動車の挙動情報を収集し分析するアプリケーションコネクテッドトランスポーテーションセーフティー CTS も公開された。 ブロックチェーンについては SAP リアナードの一部として SAP リアナードブロックチェーンというパッケージでブロックチェーン技術を利用可能であったが2018年6月にはブロックチェーンアズアサービスブロックチェーンアズ A サービスとして SAP クラウドプラットフォームブロックチェーンの提供開始を発表した SAP はこれまでに製造流通 食品、医薬品等の多数の分野で、ブロックチェーンの利用事例を作り、65社の企業と提携している。さらに SAP グループ開発技術の利用資格を持つメンバーのブロックチェーンコンソーシアムを結成しており、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、インテル、UPS 等の大手企業が参加を表明している。近年では異業種を含めた他社との協業を強化し、 新たな領域での事業の創出に注力している。2015年12月時点では新事業が売上高の6割を占め、ERP を中心とする既存事業からの依存脱却を図っている。提携先は、米 Apple、米 Google、米 IBM、米 m i c r o s o f などの IT 企業の他、異業種では、ドクシーメンス、米 Under Armour ーーー、米 UPS、ドクアディダス、イトレニタリア、 鉄道大手、一ピレリ、タイヤ大手、ドクサッカー代表チーム、韓国政府、中国政府などの企業や組織が挙げられる。ベイアップルとは法人向け AI、人工知能を活用した対話アプリや、法人向けクラウドサービスの開発を行っている。IoT、モノの,のインターネット分野では、ドイツが官民一体で進める、インダストリー4.0と呼ばれる。 次世代の産業創出のための国家プロジェクトに参画し、ドクシーメンスやドクボッシュと協力して、世界標準策定に携わっている。2016年には、米ゼネラルエレクトリック GE グループとも提携し、IoT 分野での影響力拡大を図っている。医療分野でも存在感を増しており、癌研究をリードする米国臨床腫瘍学会。 ASCO が2015年に開始したプロジェクトに参画し、治療履歴を活用して、治療方法を研究するソフトウェアを発した。金融では2016年7月には、米リップルラボやカナダの ATB フィナンシャル銀行と協力して、ブロックチェーン技術を採用したカナダからドイツへの国際支払い送金に成功した。日系企業とも協業を広めており、 2015年10月17日に日産、横浜 F マリノスと提携し、クラブチーム運営業務の効率化やファン、満足度向上のためのマーケティング活動に取り組むことを表した。2016年9月15日には NTT と IoT を活用した安全運行管理サービスを開始した。2018年3月にはコニカミノルタと提携し、ルパ、 ロボティックプロセスオートメーションを活用したクラウドデータ入力サービスも提供している。SAP は1972年に IBM ドイツ法人出身の下記の5名のエンジニアによって創設された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。